こんにちは、ハイジーです。というわけで本日は平賀哲夫さんからのコメントをいただきまして、平塚や厚木にあるラオシャン系具なしラーメンですね、大好物です。お店のやつは具がなくていい理由を知れると思います。雑味ゼロ、純度 100% の旨味とありまして、このコメントがやっぱり異常に気になっちゃいまして、ラーメンっていろんな具がたくさん乗ってて、まあ、チャーシューとか僕乗せるの好きだし、海苔もほうれん草もさ、全部もうナルトもね、メンマも美味しいじゃないですか、ネギも。でそういったものがないってことなんですか。具がなくていい理由を知れると思います。これめちゃくちゃいいワードで、どんなラーメンなんだろうってちょっとね YouTube で調べちゃおうかなって思ったら、すするくんの動画がね出てきまして、そのサムネイルにこのラオシャンっていうお店を知らない、食べたことないやつはモグリだっていう感じのサムネイルの動画が出てまして、やべえと思って慌ててやってきましたのコーナーでございます。食べたことなきゃモグリだと言われちゃうほどのラーメンってどんなラーメンだってことでね、もう慌てて家を飛び出してきたところでございますが、アートなお店もあったりとかね、平塚の駅前かなりね探索のしがいのある街並みでございまして、今僕が歩いていますのは夜の時間帯になりますと割と賑わい出す場所かなとは思うんですけども、この辺にそのラオシャンさんがあるようでございます。駅からはそんなに遠くないです、割とすぐだと思われます。なので人通りはかなり少ないんですけれども、お店に確認しましたら3時以降でしたら撮影 OK ですよとのことでございまして、やはりねこの街並みでも昼間にかなりの集客をされている人気店だということが分かります。今回の目当てのお店、ラオシャン本店さんでございます。かっこいい、めちゃくちゃ看板かっこいいで、字体から何から迫力ありますよね。さあ無事に入店したんですけども、僕の心は穏やかじゃないです。食券機見てみましたら、もうタンメン1人前と餃子1人前のみの注文で、あとはお土産箱なので、すんごい尖ったシステム、かっちょいい。よいしょっと、そうなんだ、よいしょっと、うわ、あ、ありがとうございます。何注文されましたか。これしかないですね。これしかないですか。餃子も美味しいです。あ、そうなんだ、餃子美味しいです、おすすめです。わかりました、餃子もちょっと追加で買わせていただきます。よいしょっと。さあ、というわけで入店して着席することに成功したんですけれども、秘書室の方が偶然いらっしゃいまして、その方にお話を伺うことができまして、タンメンもうまいけど餃子もすごいですよとのことで、餃子も追加で買わせていただきました。なのでお店の全メニュー食べ尽くす企画成功するかもしれません。情報によりますとかなりシンプルなラーメンということなんですけれども、とにかく麺系はタンメン1本なんですけれども、寸胴の数がね多いんですよ。でかい寸胴とか鍋がたくさんありまして、これがまた期待感をそそりますよね。あ、いただきます。はい、はい、ありがとうございます。ん？あれ？登場しましたけれども、あれ？シンプルな具なしラーメンが出てくるのかと思いきや、わかめめっちゃ乗ってる。わかめラーメン、味の石立哲夫さんだっていうくらい乗ってまして、メンマもありますしネギもありますね。いただきます。はい、ありがとうございます。そして餃子の登場です。今ちょっと僕ね事態が飲み込めずに驚いているんですけども、餃子は5個でめちゃくちゃ美味しそう。ただ注文間違ったとかじゃないよね、ボタン1個だから。まず食べましょう。
いただきます。ちょっと待ってみて、ことはまずはスープこと、スープから飲ませていただきますけれども、めちゃめちゃ透き通ってる。いや、出ました。というかそもそも僕が知ってるタンメンとはやっぱり全然ビジュアル違うんですけども、お湯みたいなスープの色だ。まさにタンメン、本当のタンメン、こっちだっていうタンメンです。うまっ、うまっ、うまっ。何、あのかすかな動物系のだしとすっきりとあっさりとした塩味と後を引く酸味のうまさで、待て、麺もめちゃくちゃシンプルだ。真っ白なストレート麺、具こそ乗ってましたけど、やっぱりかなりピュアな麺といったイメージで、いや、これ食べたことない人、にわか。すいません、一つ釣りだけでこんな感じになってすいません。でも食べたことない新世界のうまさだ。なんだこれ、待って、表面はツルツルすすりやすいんですけれども、噛むとムニムニしてる感じでございまして、ちょっと乳麺に近い、いや冷麦乳麺に近いような食感で、やっぱり終始酸味が気持ちいいんだよね。これが本当のタンメンか。で、わかめちょっと乗せながら、というか乗せるというか、もうほぼわかめすする形になるんですけども、量が多くて、いや、わかめは正義。あのね、具なしのやつ期待してたんですけども、わかめあってよかった。いや、すんごいコリコリプルプル食感で、いわゆるわかめラーメンのわかめとは立ち位置が違う感じします。わかめがこんなに生き生きする場所あったんだっていうくらい、こんなにわかめのポテンシャル生かす器あったの。ではメンマとかも絡めて、強くないで、メンマももちろんあの味付けがくっきりされてるとかっていうわけじゃないメンマなので、そんなに主張しないんですけども、全部が調和してバランス完璧です。ラー油に関しましてはね、食べるラー油感もある。うわ、こうなるんだ。はい、このお店に来てラー油なしで食べる人、モグリ、初めてなのに調子乗ってすいませんなんですけれども、ラー油のごま油の感じが先に来て、それによって全体の味わいに深みを与えてます。ラー油の色とラオシャンさんの文字の色が全く一緒なんだ。随分変わる感じがする。うますぎる。で、餃子行こうよ。すいませんね、結構あんもたくさん入ってる餃子という感じしますけれども、ありがとうございます。視聴者さん、相当なヒット。殻がちょっと厚めでムチムチっとした食感
で焼いてる場所がカリカリだからカリムチの感じでニラとニンニクの塩がしっかり感じられる割とパンチの効いた味わいなのでご飯なしでこれいくのというあそうなのみたいな餃子の強めの味わいとなっております。でまた酸味の効いたタンメンとこれの組み合わせベストバランスな感じしますね。ごちそうさまでした。すごい。どっちも唯一無二。というわけでラオシャンさんに食べてまいりまして、今口の中がもううまみだらけ、もううまみでいっぱいでございまして、顎しか光が当たってないんですけれども、だからいいんですよ、もう顎が今うまいって感じてるから、もう顎しか光ってなくても全然いいんですけれども、まあいろんなことにびっくりしながら、でそもそも具が全くない感じのものが出てくるのかなと思いきや、そうではなくわかめとか乗ってたよってことなんですけれども、調べてみましたら店舗さんによってすっぴんというか、まあネギだけはあんのかな、でもほとんどすっぴんのやつが出てきまして、で今回のお店はタンメン注文すると一応一通りの具材が乗ってるといったメニューでございましたけれども、じゃあハイジーとお前まだあの酢のやつ食べたことないだろ、にわかだなってなっちゃうかもしれませんけども、すする君の動画今ちょっとねちらっと確認しましたら、すする君も同じの食べてました。あぶねーあぶねー、だから大丈夫だった、あーよかったということで、本当にいいお食事ができたなと。で餃子も最高でしたし、ラー油はとにかくねいろんなものがうまいのがブレンドされてブレンドされて、独自のラー油、あのタンメン自体も独自じゃないですか、でラー油も独自で、本当にあんだけ清楚だったタンメンが急にガラッと悪になったみたいな、ちょっとびっくりです。ナンバー MG5 かなと思っちゃったぐらい、そういう振り幅も楽しめるメニューだったと思います。美味しかったですし超おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だからちょっとここのコインパーキング高いから家に帰ってから紹介しますけれども、うどん屋1976さんからのコメントで、ハイジー滅作劇場をパンツ一丁で視聴したら意外と面白かったです。何このコメント、どういうこと、パンツ一丁で視聴したら面白かったって、これはもう共通体験っていう意味で言ってんのかな、なんか有吉ゼミで激辛料理を食べているね、コーナーとかを見るときに自分もそれに合わせて激辛食べてヒーヒー言いながら見ることによって、あっちのヒーヒーとこっちのヒーヒーで一緒になんかそれを味わってる感じがして楽しいっていうイメージで、パンツ一丁で見て楽しいっていう、パンツ一丁でお店行ってないからパンツ一丁で行くの不可能なのよ、やりたくても、やりたくないけども、やりたくないけどもパンツ一丁で想像してください、お店に行って帰ってくんのってスペランカー以上のハードモードよ、もう無理ゲーよ、どうやってやんの、もうもしも僕がねパンツ一丁でお店に行って誰にも注意されずに気づかれずに帰ってくるっていうことをしたくてしょうがない人だとしたら、もうその欲求満たすことできないと思うよ。例えばで電車でお店に行くのはもう不可能だよね、電車はもう無理、パンツ一丁で電車乗り込んだ時点で、というかもう家出た時点で、家から駅に行くまでの時点で何かしらのことが起こっちゃうからもう無理でしょ。ってことは車なら玄関から車までね、誰にも会わずに行って乗り込みましたと。で車からお店の駐車場とかね、まあパーキングとかコインパーキングまで行くとしたらなんとか行けるかもしんないよ。高速道路の料金所はちょっと危ないから高速使わないでなんとかそこまで行くことによってそこまでは行けますけども、その車からお店の入り口までなかなかのことよね。まあ誰かに見つかって通報されちゃう。ただそのパーキングからお店まで超近かった場合、人のいないタイミングを完全に見計らってさっと出てさっとお店の入り口まで行ってガラガラガラって開けて、店員さんがいらっしゃいませ、
お帰りくださいってなるよね。丹羽京介さんからのコメントで、 PTA が選ぶ見せたくないチャンネルに選出されてそうされないのよなんでそんなことになってんの。このコメント欄の過激さだけでね、こいつパンツ一丁で何かしてるとか、今のコメントもそうでしたけども、そういうことだけで選ばれちゃうの。そういうものに選出されるコンテンツって、僕のイメージでは昔からの流れで言うと、ひょうきん族とかさ、なんか皆さんのおかげですとかさ、なんかめちゃイケとか、その時代時代で天下を取ってきた番組、そういう番組が見せたくないと、子供が真似しちゃうからやめてくれみたいな苦情が多く寄せられる。ただその反面、みんな見てるみたいなことだと思うんですけれども、このチャンネル見てないのよ。娘の授業参観とか行って誰にも何にも言われないから、だからそもそも子供が見てないチャンネルだから選ばれることもないの。娘のお友達とかもよくね、この家に遊びに来たりして、僕ともいっぱいおしゃべりしてくれて仲良くなったりしてさ、学校に行ったりするとみんなが、あ、誰々ちゃんのパパだって言って寄ってきてくれて、仲良くお話とかもしたりもするんです。でそんな中にも、自分でもうすでに YouTube チャンネルとか持ってる子もいる、 TikTok やってる子もいる、そういう時代の中で、その子たち誰にもバレてないから、僕が YouTube やってること。ベーダスケオさんからのコメントで、大谷選手が50ホーマー50盗塁を達成し、さらに日々記録を伸ばしていますが、さすがの大谷選手でもハイジーの50ブルマ50食い逃げを追い越すことはできないだろうな。やってませんよ、そんな 50-50 達成してませんよ。で確かに大谷選手の 50-50 はホームラン打つ選手が盗塁もうまいってめちゃくちゃすごいこと。その2つって両立できるんだと。高学歴でありながらアイドルでもあるみたいな、そんなことを達成していいの人ってみたいなところもあるんですけども、本当にね、おめでとうございますっていう感じなんですけども、 50-50 ってよく考えたら誰もが達成してることかもしんないよね。何かを50個、何かを50個だから、え、この2つ両方達成しちゃうのみたいなのってさ、知らず知らずのうちに、だから人によっては50信号無視、50階段の下でお年寄りの荷物持ってあげるとかさ、 その2つ同時達成すんの1ヶ月でみたいな、そういうこともあるかもしんないから。で僕に関しましては、50だから、なんだろうな、50外食の50現金払いとかもさ、もしかしたら今の時代結構レアな 50-50 かもしれないですし、なんだろう、あと50で言うと、あ、そうか、今年だから年でいいんだよね、このワンシーズン年で言うと、もしかしたら50ドラマ視聴、ドラマもしかしたらもうね、いっぱいね、精力的に見てますので、50本くらい見るかもしれない。だから50ドラマ視聴の50、妻と娘から、ね、ちょっとハイちゃん、すんごいハードディスクの容量がパンパンなんだけど、もうあれ消してくんない？いや、そっちだって、ポケモンとか、ね、毎週撮ってる、プリキュアとか、光る金目とかも撮って消さないじゃないですか、を達成してるかもしれない。お互い一歩も譲れない作品っていうのがやっぱあるから、もうどん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 パンパンになってって、そろそろどうしようかって話になってますので、あと50ひげ脱毛ね、50ひげ脱毛の5万顎いじられもあるかもしれないね。その2つが両立しちゃってるのよ。50回ひげ脱毛して顎綺麗にしてるはずなのに5万回くらいいじられちゃってるって、もう 50-50 超えてるから。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン。龍神仮面さんからのコメントで、ハイジーさん前言撤回しちゃいけませんね、悪い男かっこバットマンって呼ばれますよとありまして、そうですね、こちら先日のゴッサムステーキさんの動画のコメント欄のコメントでございまして、本当にね、迫力のあるステーキが出てくるお店だったんですよ。ステーキソースも何この見たことない
もこ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 のステーキソースっていう感じで、まあ迫力あったんですけれども、まずそのお店で僕はね、もう一番最初のページにあったサーロインステーキが一押しなのかなと思って、サーロインステーキ注文しますっていうのを言った後に店員さんに注文しようとしたら、もういきなりカウンターで、こちらのお店はロースステーキが柔らかくなっておりましてって言われちゃったから、もうロースにさ、もうするじゃないじゃん。やっぱそういうのってさ、跳ねのけられないというか、まあ跳ねのけなくていいんですけども、美味しかったからもう本当にありがたかったんですけれども、なんか僕ね、いつもね、ドライブスルー、例えばハンバーガー屋さんのドライブスルーとかでも、別に自分は今ドリンクはもうあると、だからハンバーガーだけ食べたいと、ハンバーガー2個、ハンバーガーというか何かしらのハンバーガー、違う種類のハンバーガーを2個、だからポテトとかはなくてハンバーガーだけをパクパクいきたいっていうテンションの時に、あのドライブスルーでセットじゃなくてもハンバーガー、このハンバーガーとこのハンバーガーって注文した際に、結局あのポテトはいかがでしょうか、あじゃあ S お願いします、ドリンクはあじゃあ、ホットコーヒーでなっちゃう。で結局それでしたら片方セットにされますか、はい、なっちゃうのよ。これ何なんでしょうね。そんでガソリンスタンドとかに行って、クレジットカードがついたお得なカード作れますけども、どうでしょうか、はい、作れませんでした。なんなのこれは。